富崎村は、かつて、千葉県安房郡に存在した村。現在の館山市の南部に位置している。富崎村のメラ地区は、画家、青木茂が、海の甲を描いた土地として知られる。また、安房地方の民謡、安房説の発祥地である。現在の館山市では、地域を10地区に分けており、そのうちの一つ、富崎地区が、 旧富崎村域にあたる。現代の町名では、メラ、愛浜にあたる。1926年時点の富崎村は、南に、長尾村、東及び北に、神戸村と隣接していた。当時は村をメラ、愛浜の2区に分けていた安房群域の町村生。 四高寺の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡21、なぎ原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、朝比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、のち倉町。 44、四、健タ村45、千トセ村46、六、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村、 65、田原村66、鴨川町67、ロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大大、巨南町1878年に、軍区町村編成法が施行されると、メラ村と会、はい、浜村が連合し、 メラ村外一家村連合誇町役場を置いた。1889年、町村制の施行により、メラ村と会い、浜村が合併して富崎村が発足した。富崎の名は、メラの豪舎メラ崎神社に、天父命が祀られていること、村が、先閣に立地することによる。村の二方を、神戸村と接しているが、神戸村と、富崎村は、 生業が農業と漁業で異なることから合併はしなかった。しかし両村は松村組合を組織して神戸村大神宮に組合役場を置いた。1893年町村組合を解消しメラに富崎村役場を置いた。1888年に記された文豪取調べ文書によれば漁業が主産業であった。明治時代には マグロハエナワ漁で繁栄した。1926年の安報軍史によれば、村民の大部分は漁業に従事しており、マグロ、サメ、サンマ、アジ、ムロアジ、カジカが主要漁獲物である。このほか水産加工品や海藻類の産学が多い。青木茂る、海の港紫神社より海を望む。1904年夏、青木茂るは、 友人や恋人、福田種と友メラに滞在した。この時描かれた作品が青木の代表作と目される海の甲である。1962年にメラに青木茂記念碑が建立された。暗号節は明治時代にハエナワ漁に従事する漁師たちによって歌われたものである。1993年に メラ漁港の湾口付近に暗防設記念碑が混流されている。2008年度に TBSI の劇場40周年記念番組として放送されたテレビドラマラブレターでは急尊意気で舞台地の小戸島に見立てたロケが実施されメラ漁協、愛浜漁協も制作協力した。ありがとうございます。